面接対策についてもちょっとお伺いさせていただこうかなと思っております。人事の方2人ぐらいがもう待機されてて、うん、次だねみたいな、頑張ろうみたいな、なんかそういったお声掛けとかが多くて、帯訪問が難しい場合はホテルに宿泊してみるのも手だなって就活会議ではですね、ちょっとここから深谷さんの入社前のちょっとお話を深掘りさせていただこうかなと思っておりまして、はい、面接対策についてもちょっとお伺いさせていただこうかなと思っております。そもそもこの業界、そしてこの会社の受験したきっかけとかってありました？幼い時から家族旅行する機会がとても多くて、でその先々で、まあ、いろんな宿泊先、ホテルでしたり旅館とかに泊まらせていただいた時に、その時に受けたサービス、おもてなしがすごく印象に残っていて、まあ、それをきっかけにホテルとかで働いてみたいなっていう気持ちがあって、大学生の時にアルバイトでブライダルの披露宴会場のウェイトレスっていうんですかね、すごいを経験させていただいたんですけど、そういったアルバイト経験も通してやっぱり人に寄り添ってサービスをしていくっていう仕事にすごく魅力を感じて志望しました。選考フローのところに話し進めていくんですけれども、はい、どんな形の選考フローを踏んで進めていかれました？まずは会社説明会に参加して、はい、でその会社説明会と一緒にグループディスカッションなんかが一緒に行われて、簡易的な10分から15分ぐらいのディスカッションだったんですけど、そういったものを得て、その後一次面接に進んで、一次面接の時は団体だったんですけど、管理職の方と3人くらいの面接で受けました。次が二次面接で1対1だったんですけど、私は人事の方と面接させていただいたんですけど、人によっては人事部の人じゃなくて現場で働かれてる副支配人の方とか、そういった方と面接されると思って、最終的に役員面接、それもまた団体で、その時は結構6、7人ぐらいで一斉に入室して、はい、役員の方とお話しするっていう感じで。グループディスカッションはなんかどんな、例えばテーマとかどんなことしたなとかありました？テーマがホテルに関連することについて話したような、本当に会社説明会が8割で残りの2割がディスカッションみたいな感じで、グループ作るのも近くの席になった同士で、じゃあ丸くなってっていう感じで話して、人事の方とかが回ってってどういう風に話展開してってるかなっていうのを見られてたと思うんですけど、ホテルを今後さらに成長させていくにはどういうのが必要かとか、一次面接の時は集団ってね、お話がありましたけど、これはどんなことを一次は聞かれました？もちろん志望動機、学生時代に頑張っていたこととか、あとは自分の強みとか、部活動でやってきたこととか、もう本当に鉄板の、そこからちょっと、まあ、深掘りされていくっていう感じでした、ね、そこから次のステップが二次面接で個人面接なんて話ありましたけど、二次の個人だとどんな形の、どういったキャリアを進んでいきたいかとか、将来的にどのように活躍していきたいかっていうような未来の話とかをされましたね。そこの2次でも一通りその1次で聞かれた内容も聞かれつつ、プラスアルファでっていう感じでした。最後の役員面接は、まあ、6、7人の集団で受けるってお話ありましたけど、はい、これはなんかこう意思確認とかなのか、それとも結構しっかり面接が入ってるような、どちらでした？どちらかというと意思確認の方が大きかったかなと、まあなんか質問数も、まあ、人数も多かったので、はいはい、1人3つずつみたいな感じで、まあ志望動機と、まあ、学生時代に頑張ってきたこととかメインで聞かれました。2次の個人面接がわりかし未来のところまでしっかり捉えてるのかみたいなところも聞かれて、ここで結構振り分けられてる感じはしますね。そうですね、なんか多分そこで結構合否が分かれて、最終面接は本当に意思確認というか、改めて聞くけどみたいな、そういったところが大きかったです。一貫してこう行う面接って雰囲気としてはどんな感じでした？今すぐ内定が欲しいそこのあなた、就活会議は内定者の ES 選考体験機が読み放題、その数なんと13万社以上、しかも選考状況がリアルタイムで見れちゃいます。詳しくは概要欄コメント欄からチェックしてね。
一貫してこう行う面接って雰囲気としてはどんな感じでした？すごいこれは選考を通して印象に残ってるのが、人事部の方がすごくエネルギッシュで、フォローというかサポートがすごい熱量が大きかったので、1時の時は控え室で10人くらいはこう入れ替わりで待ってるんですけど、まあ、人事の方2人くらいがもう待機されてて、次だねみたいな、頑張ろうみたいな、なんかそういったお声掛けとかが多くて、すごい人事の方と話すことで緊張はすごいほぐれたので、その状態で面接に臨めたので私にとってはすごくありがたかった。最終面接の時はもちろんその人事の方は控え室でやっぱりいらっしゃって、大人数で入室するので、そうですね、集団ですもんね最終がみんなで受かろうみたいな、なるほどワンチームみたいなそういう感じのお声掛けがあって、でもうそのままのノリで入室するので、他の人が答えてる時も笑顔で面接受け答えできてたと思います。アパホテル入社試験受けようとしてる就活生にこの人だったら向いてそうみたいなところってあります？もちろん接客がメインではあるんですけど、夜間の業務はバックオフィスで PC 作業だったり、はい、備品のチェックだったり、そういった事務的な作業ももちろん行っていくので、そういったところに楽しさを覚えるとかは向いてると思いますし、その客室の単価を決めたりするのもスタッフの方で日々操作しているので、そういった他のホテルとかと比較して、うん、じゃあ今日はこの値段にしようとか、そういう情報収集だったり分析することが好きな方も向いてるかなって思います。逆にこういう人はもしかしたらなかなか難しいかもしれないとか、向いてないかもってぶっちゃけ思ってしまうような人ってどんな感じの？一つは勤務時間が夜間だとやっぱり長いので、体力的にちょっと不安だなって思う人とかは、もしかしたらちょっとよく検討されてから入社した方が、あんまり入社後もギャップなく働いていけるかなっていうのと、もう一つはお客様対応とかに限らず、緊急時の災害とか傷病とかそういったことを対応する時もあるので、そういう時にも柔軟に臨機応変に対応していける方、そういうのがちょっと難しいかもみたいないう方は、向いてないとまでは言わないんですけど、ちょっと入社してからきついかもって思うかもしれない。入社してから活躍してるなって思う人ってどんな人？こう成長していこうっていうか、挑戦する意欲を持ってる人とかは活躍しやすいかなって思って、普通のルーティン業務ももちろんあるので、そういったところでも業務改善していけるような提案をしたり、お客様対応でもちろん口コミとかもチェックするので、そういったところにもなんか一つ一つの返信とかスタッフでさせていただいてたので、口コミでいただいた意見を元にして、そこから何かどういう風に運営していったらもっとそのお客様に喜んでもらえるかっていうのとかを考えていける人かは活躍していけるかなっていう、キャリアアップにもつながっていくと思います。あの選考にこう受かりやすくなる対策だったりとか、まあ、学生のうちにこれはやった方がいいよっていうものがあれば、はい、私自身がやっておいたらよかったなって思ったことは OB 訪問ですかね、まあ、会社説明会で企業理念から業務内容を一通り説明は受けるんですけど、やっぱり実際にその職場で働いてる方の意見を聞けるっていうのは大きかったなっていうのを入社してから思ったので、まあ身近に先輩とかで実際に入社された方がいらっしゃるのであれば訪問してみるのもいいですし、あとは OB 訪問が難しい場合はホテルに宿泊してみるのも手だなってまあ実際に自分がそのホテルを利用してみて、利用したからこそ分かることとか、うん、ここすごくいいなって思うところもあるし、ここもう少し自分だったら改善していけるなっていうところも分かるから、説得力も増しそうですね、なんか面接の時とか。ああそうです、そうです、その時のエピソードとしてすごく深掘りされても言えると思うので、最後に就活生に向けてメッセージお伺いできればと思います。ホテル業
業界を目指してる方、私自身アパホテルに入社して、本当に一人の人としてもそうですし、ホテルスタッフとしても成長できたし、挑戦していける環境が多かったので、なんかチャレンジしたいっていう意欲がある方とか、もちろん接客が好きで感動を届けられるお仕事に挑戦したいって思ってる方がいらっしゃったら、もうぜひ挑戦していってほしいですし、入社してからいろんな、まあ、接客に限らず事務的な作業とかそういったことにもやりがい見出せていける職場なので、頑張ってください。アパホテルにお勤めされていた高橋さんに、働き方ですとか選考対策の部分、たくさんお話を伺ってまいりました。ありがとうございました。あなたにおすすめの動画と就活会議開発就活対策ツールはこちらから。明日以降の動画も見逃したくないという方はチャンネル登録もお忘れなく。今日も最後までご視聴ありがとうございました。